おはようございます。アメリカでーす。マジシャンガール今週のジロッケンは、今関西を中心に活躍するネバーエンディング思春期4人組ロックバンド、ハンブレッダーズ。学生時代に出会い、スクールカーストの最底辺から青春を歌い続け、2018年も迷うことなく走り続けるハンブレッダーズの奇跡を、ジロッケンが大阪に乗り込んで追いかけていきます。まだ世の中では知られていない次の音楽シーンを担う才能を発掘、応援する番組。それが次世代ロック研究所、ジロッケン。ということで、今週は関西出張編。今後ジロッケンでは全国各地のバンドを紹介するために地元での取材もしちゃいます。わー、すごいね。その第一弾は大阪のハンブレッダーズ。それでは V 振りお願いします。 VTR どうぞ。ここがルーツなんですよ、だってハンブレッダーズ。そう、はい、ね、寝屋川市なんですけれども、大阪府寝屋川市、はいはい、中学高校がこの辺りにありまして、で、デラシはちょっと大学からやったんであれなんですけど、ここ3人のルーツの場所になっているので、まあ、デラシは今日はちょっとね、はい、あんま喋りません、ね、はい、バキバキにエモいです。バキバキにエモいやってきたのはハンブレッダーズ始まりの地、大阪寝屋川市。彼らのルーツとお世話になった人たちに再会すべく、当時の通学路を歩いていると、ある思い出が溢れてきたようです。なんかこう普通に女の子と男の子が前歩いてんねんけど、そっちのルート入った瞬間にこう、あ、付き合ってんねんみたいな。カップルロード。いやでも、あれはなんかね、噂にしか聞いてなかったな。俺も一回もその正当な方法で行ったことはないな。そこ狭い道があって、うん、そのカップルはそこで、狭いからこうお互いの愛を育む、キュッてキュッて、そうお互いの腕と腕が触れ合ってた。でもそこ行くのに一個だけこう敵がいて、警備員のおっちゃんがいる。そこの道に入るところあれ一人ちゃんと行ったことないのにこんな詳しいの面白い噂ばっかりがモラルが広くて自走した電車を飛び降りて、正義が素人のやつらの老いも抜けて、一人と思い出話は彼らの楽曲の根幹となる学生時代の話題に。上位のやつらにいかに関わらずにこう、関わらずじゃないな、いじられずにいかにこう過ごせるかじゃないスクールカーストの最底辺と言いながら、最底辺やとだいぶ、うん、あの いじられてしまうから、うんうんうん、最底辺の中でもちょっと上積みの方に。あー、分かる分かる。最下層っていうか、そこにいなかったような気がする。外れてましたね、スクールカーストは。外れちゃったような気が最近はしてて。むつむろが、軽音というアニメをさっき2000人来て見てて、俺も見てみようと思って夏休みに見たら、12話終わった瞬間にすぐさまむつむろに電話して、バンドやろう。おドラマが一番手こずらなかった。そう、ドラム叩きは全然いなくて、なんか噂でキジマが叩けるらしい。キジマってやつがいるらしい。噂が。そう。文化祭は出たいなみたいな名目で組んでたものの、そう。その時は間に合わなかったんですよね。で、まあ、しこしこ練習してたら、吉野くんっつって、実は明日一バンド出られへんくなったんよっつって。吉野くんバンドやってたやんな、出えへんって言われて、出ますって言って。ソフトウェア。エルレガーレのね、ミッシングを。コピーしてたから。コピーしたね。地獄みたいでしたね。見てみたかった。地獄の演奏したなりに、なんか同じようなスクールカースの友達がね、結構いっぱい集まってくれて、みんな音楽のこと分かんないし、僕らも音楽のこと分かんないままライブしてる状況で盛り上がってくれた光景がすごいなんか嬉しかったのを覚えてて。We'll be right back.
イトみたいな隙間がよく売り抜けて流行りのキャラクターがぶら下がった鍵を落としては操縦席には僕らサロンマーキングの方がないけどテンションつかく空の果てだけ と、ここで定番の卒業アルバムを持ってきていただいたということで、いつも僕ツイートしてる、うわ、本物や、本物や、生だ生、生で見た、これが小学6年生だね。これとか見て、見たい見たい。これやばいでしょ。ここに映ってる。あーこれやばいね。こいつだけ。スクールカーストが高い人へのアンチテーゼとして僕はバスケットボールを持って卒業写真に写ってるんですけど。僕はこれ。あのアンチテーゼ。あのプリクラとか撮るときみんなこうやってね、イケてる乗車こうやってこうやって撮るね。そうだね、撮ってるんだ。もう必死にこう顔撮っちゃう仕事してる。愚かな。そうだね。木島さんは昔と変わりませんね。あの卒業アルバムの裏に寄せ書きみたいなのをみんな書いてたんですけど、木島も吉野もこの寄せ書きの一番後ろのとこ真っ白なんですよ。いや、なんか堂々と見せるのやばない、これこれ悲しいね。でも本当だって、あなたが作るページって書いてある。えぐってくんな、真っ白や、えぐってくんな、俺の気持ちも。え、俺これあの小学校の時のアルバムなんですけど、俺あなたが作るページ真っ白と。全てはこの卒業アルバムが物語ってますね。ということで、じゃあ今から懐かしのお店に行きたいと思います、はい、僕たちの中学からのゆかりの店、はい、でも普通に行くんだったら面白くないから、はい、飛んでいこう、ロケっぽく、ロケっぽく、はい、せーの、あ、じゃあ行きましょうか。ここ大東楽器は彼らが高校生の頃入り浸っていた楽器店。早速お世話になったある人にご挨拶。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。また一つ無駄に年を重ねる、叶える気もない抱負を述べる、平穏無事に満ち満ちた暮らし、誰れごと飛び交う宮本村。お久しぶりでございます。あ、こんにちは。すごいね、すごい。どうしたんだい。ここ大東楽器は学生時代ハンブレッダーズがお世話になった方がいるんだとか。お久しぶりでございます。あ、そのようこんにちは。すごいね、すごい。どうしたんだい。高校時代お世話になった大東楽器寝屋川店の杉山さん、当時の彼らの印象を聞いてみると、同じ世代の中ではやっぱり別格のうまさを持ってたバンドだと。やりましたね、高1からずっと断るごとに来てたね。うーん、ギター買ったって言ったんですよね。あ、あの僕は、ね、ギターを実は買わせていただいて。まだ使ってますか。実はもうね、第2期に突入しまして、昨年度から。あ、それまでは、それまでは使ってました、ずっと。使ってる映像は、ああ、そう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 、PV とかも出してたので、それで、はい、まだ持ってくれてんねや。そうですよ、いやいやいや。僕らの後輩に当たる子たちは来てるんですか。近いんで、やっぱり子がいる。あ、本当ですか。そうなんだ、そうなんだ。あ、この標本とかさ、でもここでね、あの、そうそう、買った、買ったので、ね、額出したら置いてもらいたいですね。
泣けるな。それもね、後輩に買ってもらう。そう、コピーしてもらうとね、お金を入れてもらってね、お金出す。もう大事、先立つもんね。先立つ先に立たんとなるんです。マララを曇らい春の匂い出した、君のフェイクファー。でも見た感じは全然学生時代と変わらないのでこのままのスタンスで、はい、もう見た目も中身も変わらず、そうですね、はい、多くの人に愛されてもらえたら、うん、より嬉しいですね。はい、木島がね、金髪とかにならん限り本当にね、ハンブレッダーズ初の全国流通版 CD を手渡し、久しぶりに再会した杉山さんに別れを告げます。